尾形東吉は、日本の騎手、長教師。1908年より騎手となり、1911年からは、騎手県長教師として、初代白将、アスコット、1936年より、専業の長教師となってからは、11戦無敗の、栗富士八大競争3勝を挙げ、日本馬として、初めてアメリカの重賞競争を制した白地からなど、数多くの名馬を手掛けた。 日本中央系馬会が発足した1954年以降だけでも、年間最多勝ちを12回記録し、通算1670勝を呼び、東京優秀8勝をはじめとする98大競争39勝、10勝189勝は、史上最多勝利記録。さらに門下からはそれぞれ、JRA 騎手検証者の安田隆義、野平雄二。 同調教師検証者の松山義三郎ら数々の人材を輩出した。その幾多の功績により、日本系馬界において大美系と称される。1964年王女法庄。1966年君後島、総公局実賞受賞。2004年、調教師検証者に選出。同じく JRA 調教師の小形森次は、長男、小形光弘は孫。 出生から1908年までは、大河原聖であり、また1911年から1946年までは、小型家作りと名乗っていたが、本校では統一して、陶吉と記述する。1892年、北海道薄群立町の開拓農家に、大河原英次郎、菊夫妻の次男として生まれる。父方の大河原や、母方の小型家は、 双方とも、渡り伊達家の旧心であり、主君、伊達国重に従って当時に入職していた。家では二頭の農工場を買い、栄二郎はその手入れのすべてを自ら行う馬好きな人物だった。藤吉も、幼少より馬に親しみ、尋常小学校に入学してからは夏になると、裸馬の背に立って乗り回し、友人らに、立ち乗りの富士ちゃんと、あだ名された。 高等小学校4年時であった1907年9月、伊布帝が川遊びの最中に溺死する不幸に見舞われ、さらに10月には、大化が伊達町を襲い、藤吉を招知させた。しかし、翌11月、歓迎のニーカップ五両牧場に勤めていた王子、安倍哲三が、梶見舞前に訪れると、藤吉はこれを新曲打開の機会と捉え、 自らを五両牧場へ連れて行くよう鉄道に頼んだ。すると好感を抱いた、鉄道も母菊の説得に努め、これを認められて、藤吉は、鉄道と共に、五両牧場へ移り、馬術見習い生となった。牧場に入ってしばらくは雑用をこなしていたが、2ヶ月後に全担当者の過失から、ゴーサラの種ボバウィリアムの乗り運動を新たに、担当することになり、 曲のある同馬と共に乗馬技術を磨いていった。1908年には、近隣の牧場から人馬を集めて行われる祭典競馬にも参加し、2001勝2着1回の成績であったという、関のを抱えていた、そのダジット区。目黒競馬場を管轄する日本競馬会長も務めた。馬術家であった、竹彦七の兄で、後に、老井の竹富蔵は、 藤吉の弟子となる。1908年8月、東京で、その大十徳を抱えの騎手県長教師を務めていた、菅野小次郎が、馬一参加のため北海道を訪れ、牧場での藤吉の乗馬姿に目を留め、自らの弟子とすることを鉄道に提案する。藤吉が銅座下の誓菅野が、改めて入門を誘うと、藤吉は二つ返事で了承し、翌日には、 五陵牧場を離れ上京の都に着いた。目黒の旧舎に到着してから正式に菅野に弟子入り。兄弟子には後に、藤吉の弟子となる、内藤清の父、内藤誠一がいた。二年弱遡る1906年秋、東京競馬会、池上競馬場で行われた、馬券発売を伴う開催が、多額の収益を上げ、これに触発された、全国各地に、 競馬クラブが続々と設立された。競馬は群馬の改良やそのために必要な馬産振興といった公益的な名目のもとに行われ、それを担う競馬主催者の収入源として馬券発売は目標という形になっていた。しかし、営利目的による競馬開催の横行や観客の社交心の挑発、競馬場内における 相乗事件の頻発などといった、冬季便乱の弊害を問題視され、藤吉の状況からわずか2ヶ月後の1908年10月6日を、もって、馬券発売は、全国的に禁止された。これにより、財源を失った各地の競馬主催者は大打撃を受け、藤吉の先行きも、にわかに暗いものとなった。もし競馬ができなくなったら、陸軍の長橋にでもなるがいいと。 菅野が藤吉に陸軍馬術共犯を与えたほどであった。しかし政府からの補助金を頼りに競馬開催そのものは続けられることになり、12月13日の目黒周期開催3日目、内国産子馬競争で藤吉は騎手として初騎乗した。4頭立てのすべてがその大徳の所有場で藤吉は北園菅野がここまで13戦全勝。 提出後商店にも優勝していたしのりに起乗していた。藤吉は最後に、しのりを追い込み、一着同着という結果で、初起乗初勝利を挙げた。なお、藤吉は、確かに頭一つだけ勝ったが、馬券はないし、二頭ともその出しの所有馬だし、しのりの14戦目も一着という記録にして、置きたかったのだろうと10回している。 以後も補助金頼みの競馬開催が続く中で、藤吉も騎手として活動したが、観客の少ない寂しいものであったという。1908年秋季開催における全国7競馬会の一般入場者数は、1競馬場あたり1日平均20人という少なさだった。なお、1909年8月、母方の小型家の相続人が創生したことから、 藤吉が代わって、加盟を継ぎ、大河原陶吉から尾形陶吉へと改正した。H クラブ専属の頃、安倍鉄造の長男、正造と、1911年団単、藤吉は、菅野の元を離れ、明治天皇のお召し馬車の御社として、宮内省主名領に勤める多賀はじめに専属騎手として、抱えられることになった。多賀は、 巨社の傍らで新橋に料亭を経営し、やはり料亭経営の自邸、平岡博、隆、末艇、多賀半蔵と共同で、H クラブという名義を用いて競争場を所有していた。H クラブはそれまで、美馬高之を専属としていたが、美馬は当時地理からの昇平を受けて離日する予定で、その公認として藤吉が求められたものだった。多賀との出会いにより、藤吉は、 区内省の運営になる下佐御梁牧場及び御梁に匹敵する二大牧場として数々の名馬を輩出する小祝い農場との間に優先的なつながりを築いていくことになる藤吉は H クラブが所有する有天寺の旧社に移り5月末には目黒競馬場で遺跡後最初の開催を迎えたが新古場戦での起乗中に 進路妨害を受けて、馬もろとも転倒し、16日間意識不明となる、事態に陥った。覚醒後は解放に向かったが、たがの妻が役払いとして、陶吉に解明を進め、声明判断から、藤吉は、系作りを名乗ることとなった。以後この名前は、太平洋戦争後に戸籍名での登録が、義務付けられるようになるまで使用された。北郷五郎。 藤吉は独立に際して北郷から助言を受け、以後も様々に北郷を頼り、家族ぐるみの付き合いがあった。以後騎手として復帰し、H クラブの所有場、アスベル、特ホといった馬で成績を上げた。特に特ホは、当時最大級の牧場であった、小祝農場の生産場で、藤吉が手掛けた最初の小祝い場であった。H クラブの自邸。 ヒロの所有場だったが、同馬がデビューした1915年当時は、ヒロの料亭、カゲツロが、経営難に陥っていたことから売却も視野に入れられていた。しかし特保は、当時の大競争である、優勝内国産馬連合競争を制して、賞金3000円を獲得し、カゲツロの経営を救うことになった。また、藤吉は、 同競争で一番人気だった三つ祝いに起乗していた重鎮北郷五郎とこれを気にしたしく交わるようになり、後に特報名馬以上の馬で福の神と称えている。翌1916年には、多賀初めの勧めで朱銘寮に勤務する梶山郷作りの娘、英子と結婚。約半年後。 半蔵の死去や広高の多忙化で、H クラブの運営が難しくなったことから、他が初めより独立を進められる。藤吉は北郷に相談した後この提案を受け入れ、有天寺の旧社を譲り受けて、機手検長教師として独立した。独立当初の管理党数は5から6党であった。藤吉は独立後、目先の勝利よりもまず充実した旧社の下地作りに、 力を注いだ。1918年には、最初の弟子となる、美馬信二が入門。同年藤吉は、新大見富士に帰乗して、最高級競争の提出後商店に初、優勝しているが、雨漏りする旧車の屋根を吹き替えることができないほど、財政面では苦しかった。1923年7月1日、馬券発売に法的根拠を与える。 新生競馬法が施行され、15年ぶりに馬券発売が復活した。翌年春の目黒開催では、前年秋の優勝内国サンバ連合競争を制していたスターリングが競争中の事故により死亡する、不幸に見舞われたが、それに代わって、チエリー・ダッチェス、アストラルのン馬2頭が活躍し、前者は1924年春の提出5勝点に優勝。 後者は1927年秋の内外国産小馬競争や提出後焦点に優勝した。チエリーダッチェスは、抽選馬、アストラルは、購買額1350円というマだった。大正末期から昭和初期にかけては、他にもフローラーカップ、クイーンフローラー、キングフローラー、アスベル、カイモン、クイーンホークといった馬で大競争を次々と制した。また、 この頃には、大久保亀次、岩佐総五郎、日本柳勇、小賀義蔵といった弟子たちが騎手として成長し、活躍を始めた。アスコットと藤吉。靴は,は、たがはじめ。同時期、藤吉は、騎手として自ら、世紀の決戦と称する競争を経験した。白賞と望んだ1930年新設の、内国三場競争である。この競争は、 中山競馬クラブ理事長、日田金一郎が、小馬の総決算的な競争として考案したもので、ここまで17勝を上げ引退レースとして臨んだ、ナスノと白賞の一騎打ちとなった。当時の規定で2等立ての競争は成立しないため、敗れた方が500円を払うという条件で、豪傑に出走を要請し、3等立てで行われた。この競争は、 新聞の社会面で取り上げられるほど注目を集め、当日の中山競馬場には当時としては競馬、始まって以来という2万人が詰めかけた。藤吉は追い込み得意の騎手であったが、この競争では、ナスノを先に行かせると逃げ切られるとの判断から、一転して逃げを打ち、そのままゴールまで逃げ切ってナスノに三馬審査で優勝を果たした。翌日の読売新聞には、 那須野が負けたと観客たちが驚嘆する様子や、同馬に騎乗した、騎士三吉が涙したという模様が伝えられている。また、1931年秋よりデビューした、アスコットも、藤吉の伝記に一行を裂かれるなど特筆される一頭で、ある。同馬は、同年春に五連勝するなど、当時の大型旧車の筆頭格であった若草の弟で、農林賞商店。 中山4000メートル、提出5章点、目黒記念、横浜特別など17章を挙げたが、性格の温潤さ、操縦の容易さもあって競争馬引退後に、東国の宮都市飛行に乗馬として寄贈され、陸軍で訓練を受けた後に、騎兵隊、員、西武一と1936年のベルリン五輪に、総合馬術競技の日本代表として出場した。 結果は50頭中の12位であったが、藤吉は、アスコットが、数々の難関を切り抜けて、野外起場で、ゴールに入ったという報告を聞いたときは、競馬に勝ったときより嬉しかったと述べている。日本ダービーに優勝した徳政の靴輪を取る藤吉。左は、伊藤忠志,志郎。1932年、目黒競馬場を管轄する東京競馬クラブが、 東京優春大競争を創設。藤吉は、その第一回競争に3頭の管理場を送り込み、自身も、大塚山で騎手として出走した。当日は6番人気であった。レースはスタートから先頭を奪った若鷹がそのまま、逃げ切って、初代ダービー馬となり、後方から追い込んだ、大塚山は4馬審査の2着となった。翌年、目黒競馬場が、 府中市へ移転して新たに東京競馬場が竣工し、これに伴い目黒有天寺裏にあった小形の旧車も府中へ移った。小形は府中に2000坪の土地を買い、16頭収容の旧車を二棟と自宅やコインの小屋などを建てた。翌1934年東京競馬場での初開催となった日本ダービーに藤吉は4頭を送る。 本命視されていた中村和夫9社のミラクルユートピアが競争当日の怪我で出走を取り消し、小形9社のフレイモア、テーモア、デンコに人気が集まると、結果もこの3頭が1着から3着を占め、藤吉は第3回にしてダービー初優勝を果たした。翌年の第4回競争では赤石だけに起乗して2着となり、これが騎手として、 最後のダービー出走となった。1936年には、伊藤忠志,志郎記場の徳政で、ダービー2勝目を挙げた。同年、全国各地で、独立運営されていた11の競馬クラブが、日本競馬会として統合されるにあたり、超教師と機種の職域を明確化する、長期分離が打ち出された。藤吉は新たに旧社に入った、内藤清。 松山義三郎、安田孝義、八木沢勝美といった多くの弟子が成長しつつあることに、鑑がみ、11月23日のメグロ記念で、赤石岳に帰乗して四着となったのを最後に騎手を引退し、以後調教師専業となった。騎手成績は、明確に集計されている範囲では373,148勝。勝率は3割9分6厘。 後年算出されるようになる。連帯率は6割超という効率であった。騎手としての日本ダービー優勝はならなかったが、提出5焦点11勝は、最多勝利記録である。1938年、藤吉は、鉄門で、同年創設された第1回農林賞商点4歳小馬を、制覇さらにアステリモアで、第1回半神優秀品馬も制した。 翌1939年には中山4歳品馬特別、横浜農林省商店4歳小馬が新設され、日本ダービーと合わせて、日本における、5大クラシックが整備された。1940年には、大霊で中山4歳品馬特別に優勝。同年、H クラブ時代以来の付き合いだった、北郷五郎が死去し、藤吉はその後を継いで、 日本調教式主会の会長に就任した。また、北郷の弟子であった、田中康造と、前田長吉の二人を、自身の旧社に引き受けている。日本ダービーに優勝した栗藤と、前田長吉。靴輪は,は、栗林雄二。翌1941年には、田中和一郎旧社のセントライトが、史上初のクラシック三冠を達成したが、同年末より、 太平洋戦争が勃発。日米海戦後もしばらく競馬は開催され、1943年、藤吉は品馬クリフジを擁してクラシック戦線に臨んだ。クリフジは前田長吉を背にデビューから連勝を重ね、3戦目の日本ダービーでは2着に6馬審査。 レコードタイムで頻馬として2頭目の優勝を果たし、前田も20歳3ヶ月という史上最年少のダービージョッキーとなった。さらに秋には、阪神優秀頻馬を10馬審査、京都の少賞商店4歳小馬も大差で制し翌1944年の引退まで11戦全勝という成績を残した。 クリは後世まで史上最強品馬とも評され、藤吉は古今を通じて、これほど強い品馬はいないというともえ御前のようなと、評した。また藤吉は前田についても、天才騎手と言えるほどの少年と高く評価している。なお、前田は、徴兵を受けて従軍後シベリア抑留のみとなり、1946年に、病気のため同地で没した。 1944年から、競馬は、能力検定競争として、東京と京都のみの無観客開催となる。各場所の所有場はすべて日本競馬会が買い上げ、良質場を、検定場として残し、調教師一人につき10頭ずつ割り振られた。春秋2回の開催で、小型旧車は、日本ダービーで重ゲが2着という成績を残したが、やがて空襲が、 激しさを増して、都会での競馬開催はできなくなり、競馬会の支所として、北海道支所、東北支所、関東支所の3カ所が設置され、藤吉は、弟子の八木沢勝宮田中安蔵らと東北支所に、赴き、総勢70頭の検定場を持って、非公式の競馬開催が続けられた。1945年8月14日には、東北支所が、 検定競争中に空襲を受けたが、翌15日に終戦を迎えた。終戦後、先行きが不透明な中で、藤吉は森岡に泊まっていたが、秋になり競馬再開の方があったことから東京に戻り、旧車の再建を始めた。戦後の競馬は1946年10月からの開催と決まり、競争馬については検定馬を抽選で、各バッシュに再配布し、 それらを、さらに抽選して、各長教師に割り振ることになったが、藤吉に目立った馬は当たらず、最下位第一回の競馬はヒンバ、品馬、おほひかりが3勝を挙げたことと、新弟子で、当時18歳の野の平雄二がそのうち2勝を挙げた、ことが目立つ程度であった。しかし1949年には、八島ドーターが、大賀賞を制して、戦後のクラシック初勝利を挙げる。 同馬は自走の日本ダービーで落馬事故に巻き込まれて重傷を負ったが、後に回復し、翌1950年秋の天皇賞に優勝するなど活躍した。同年は他に、畑風が重傷3勝を上げるなどし、年間では99勝を上げて、戦前の最高成績を上回った。1951年には、畑風が天皇賞を制覇。 1952年には、おほひかりの子、栗の花が、さつき賞と、日本ダービーの2冠を制し、藤吉は五大クラシック競争の完全制覇を、達成した。1953年には、白陵が、菊花賞に優勝。同馬は、翌1954年に小馬として格好とした、存在に成長し、天皇賞などを制し、同年より、 形衆者が始めた年度表彰において史上初の年度代表馬に選出された。また同年にはアメリカのローレルパーク競馬場から国際競争ワーシントン DC インターナショナルに日本馬として初めて招待を受けたが巨体のため用意された飛行機では輸送が難しいことが分かり断念された。しかし1956年から1957年にかけて 日本ダービー、天皇賞、有馬記念を制した白地からが1958年から改めてアメリカ遠征を行うことになり、安田隆義を伴って渡米。安田とのコンビで臨んだ現地四戦では好成績を残せなかったが、現地騎手のレイヨークが勝った、渡米後11戦目のワシントンバースデーファンデキャップを逃げ切って、日本馬として初めてアメリカの重賞競争を制した。 また安田は、現地で、モンキーノリを習得し、帰国後に3年連続して、最多勝利騎士となるなど好成績を上げ、あぶみの長い、天神ノリが定着していた日本でのモンキーノリ普及に、大きく貢献した。安田による戦勝達成の表彰式に付き添う。1961年には2代目となる白将が、目白王との、髪の毛一本と言われた金差を制して、 日本ダービーに優勝。1963年には小形旧社から出た、名髄とグレートヨルカの2頭が2強として、クラシックを戦った。春の2巻は、名髄が制しセントライト以来2頭目のクラシック3巻確実と言われたが、3巻最終戦の菊花賞では起乗した、森安重勝の起乗ミスもあって6着に沈み、変わって、グレートヨルカが、 最後の一巻を制することになった。この時、東吉は、呆然自失で、グレートヨルか気丈の安田から声をかけられるまで、同馬の勝利に気づかなかったとも言われ、後に、森安の気丈を、だらしないの一語に尽きると指談している。また、同年は、これひさで、天皇賞も制しているほか、安田隆義が、史上初の通算戦勝という記録を達成した。 1966年には、コレヒデが、天皇賞と、有馬記念を制し、尾形旧社から4頭目の年度代表馬となる。1969年には、ワイルドモア、ミノル、白英宝、メジロア様の、尾形4天皇がクラシック路線を賑わせ、内ワイルドモアが、サツキ賞を制した。同年には、社大ターキンで、オークスも制し、 年間78勝の成績で、自身12度目の年間最多勝ちを記録した。日本中央競馬会が発足した1954年から、当年までの15年間、関東では一度も、最多勝ちを譲らず、年間の史上最多勝記録である1959年の121勝を、筆頭に、100勝を超えは3度に及んだ。 藤吉最後の重傷勝利を挙げたメジロティターン。車大ターキン以降、藤吉は八大競争制覇から遠ざかり、勝利数の面でも徐々に成績を落としていった。1973年秋の天皇賞では一番人気に、押された白宝賞が、骨折で競争を中止し、車用を一層印象付けた。また、翌月には、白宝賞の場所で、 戦後の小型旧舎を支えた場所の一人である西白が死去。同じ頃、藤吉自身も腰に怪我を負い、その経過がかんばしくなく、息子の森継や孫の光弘が旧舎管理を補佐した。また、藤吉は弟子の安田や森継の旧舎開業に際して自身の管理馬房を充実活用し、1975年からは競馬会が、 調教師一人当たりの管理場防水削減策を打ち出したことからさらに管理数を減らしていった。そうした最中の1977年、藤吉はラッキールーラで自身8度目にして最後のダービー優勝を果たした。1981年9月27日、89歳で死去。息を引き取ってから約15分後に行われたセントライト記念に メジロ T ターンが優勝したのが最後の重賞勝利となった。なお、一般に、藤吉の通算成績は、日本中央競馬会が発足した1954年以降の成績をもって9390戦1670勝とされる史上最多記録であるが、全国統一された最初の競馬組織である。 日本競馬会が発足した1937年以降では、1 4 1 0 3 2 7 7 6勝となる。死後、小6くらいに除された。2004年、日本中央競馬会50周年を記念して、ホースマンの伝道にあたる、調教師、機種検証者制度が創設され、藤吉は、弟子の松山義三郎と共に調教師部門で、選出された。 騎手部門では、安田隆義と、野平雄二の二名も、福永洋一と共に、同時選出された。小型直伝と評された、伊藤正志郎の騎乗フォーム。騎手としての藤吉は、馬術仕込みの手綱裁きで馬を抑え、追い込み戦法を得意としていた。毎日新聞記者の高橋健は、その騎乗姿を評して、長い矢ぶみでほかけ船のようなスタイルよろしく。 悠々と馬群の後から行き、3コーナーにかかる頃から、やや前傾姿勢になると強力な足で揉み出しながら、両手綱を一本の棒のようにピンと張って、はみに合わせて追い出す。絶妙の追い込みと述べている。下半身を使って追うことが特徴であったようで、北郷門下の家人予想男も、普通は叩いたり、拍車を入れて追ってくるのだが、あの人は腰でもみ出してくる。 達者な人だったと評している。長炙みの姿勢で追い込む姿は、小形はじめもんに共通し、小形流とも言われた。安田隆義は、炙みが長く、髪あたりが柔らかく、しかも豪気に乗ることが一門の特徴だったと述べている。その一方で、野平雄二は、若手時代から独自に炙みの短いモンキー乗りを、試みていたが、旧社の伝統と異なるフォームにも、 藤吉からの小言はなかったという。1940年代の旧社地区の様子。記者の井上康文が藤吉に、調教の秘訣を尋ねた際、藤吉は、各人各用のやり方がある、馬と相談しなければならない、馬の能力を知らなければならないなどと語ったのみで、井上が調教を観察したところでもメニューは、適宜に変えられていた。安田孝義によると、 彼が入門した1934年頃には、長距離を乗るイギリス式の長距離が競馬界全体の主流で、小型旧車の場合、馬は、外馬屋を出て、東京競馬場まで10から15分ほど歩き、東京競馬場に入ってから30分ほど動かし、コースに入ってからは、速歩で1周、駆け足で2周半の、計7000メートルが通常メニューであり、 追い切りでもコース一周を追うことが普通だった。これは1970年代半ばから普及していく、短距離で済ませる、アメリカ式の調教とは大きく異なるが、当時としては、主流の調教法であった。また、府中の大型宅は、高低差の大きな坂道の底にあり、藤吉は、坂の上り下りが鍛錬になると見越して、ここで引き運動も行わせていた。藤吉は、 太平洋戦争前後の時期、友人でもあった伊藤勝義と東の大型、西の伊藤と並び称されたが、この言葉は大勢力であることのほかに、調教の運動量の多さも表していたとされる。藤吉は1953年に公務として、津軽吉高とアメリカまで馬の買い付けに赴き、現地の競馬を見分したが、馬の調教や騎乗については、 日本もアメリカもそう変わりなく参考になることはあまりなかったとの感想を残している。一方でスピード感に富んだアメリカ特有の競争内容については見習う点があるとし、軍馬改良の思想から始まり耐久力を重視してきた日本の競馬も変化していくべきではないかとの提言も行っていた。また、 藤吉の調教の妙を物語る逸話として、次のようなものがある。1967年、当時開業2年目であった孫弟子の伊藤雄二が、管理場ハイドルを用して、日本ダービーへ臨むにあたり、関東での管理を藤吉に依頼した。しかし登場前に行った策定に狂いがあり、ハイドルの前足は腫れ上がってしまっていた。これを見た藤吉は、 想定士に適宜策定の指示を与えつつ1日も、調教を休むことなく、ダービー当日までに晴れをすっかり引かせてしまった。日本ダービーで、ハイドルは23着と大敗したものの、伊藤は大きく、目を開かされたという。また、この時東吉が自宅で、伊藤に語って聞かせた、精神論と、具体的方法を合わせ持つ話は、伊藤の競馬論の、 根底のテキストになったという。伊藤は2014年に、松山義三郎の子、松山康久と共に調教師検証者に選出された。藤吉は馬を勾配する際の要点として、まず血統を最重視したといい、馬体では、胸の張り、あばらの張りが良いのと、皮膚が薄いのを選ぶ。背中から腰移りが良く、名馬のおだくさんと言われる通り、美毛が多く、 付け根の丈夫な馬が良い。出荷は骨太で、剣、急節、つなぎが丈夫なもの。ひめはあまり浅いのは良くないと述べている。藤本富吉は、藤吉の馬選びについて、見たところもさっとしたような、太めと細めの二つに分ければ、太めの馬を好んでいたようだとしている。数々の大伐掌に恵まれた、藤吉であったが、天で好成績を上げることを、 馬を買うことで一番の妙味とも述べており、初代白将、山安、アスコット、徳政、ッサ、栗藤、高畑、スーイースーについては、大穴中の大穴を当てたような気分だったとしている。また、藤吉の馬選びに絡む逸話として、次のようなものがある。1934年に、小祝い農場で、セリーチが開かれた際、 藤吉とは別に参加していた馬種の高橋レニーツが、馬がよくわからないから、と、藤吉の目利きを見越して彼が最も高額を提示した、馬にさらに競りかけて、落とすよう、調教師の伏せ末蔵に言い含めて、競りに臨んだ。藤吉が、第十号シアンモアに熱を入れているのを見た高橋は、高額に渋る伏せを励ましながら競り続け、ついに同馬を競り落とした。 この第15シアンモアはガバナーの競争名で翌1935年の日本ダービーに優勝した1929年時点にて、徒弟性が色濃かった戦前、戦後の競馬界において藤吉は極めて厳格だったことで知られる。同じく厳しさで聞こえた武田文吾でさえ、壮年期の藤吉を表して本当に恐ろしい人でした。 関東の鬼と思ったものです。ものすごい厳格な人で、ご自分にも厳しかった。足一本折れても、小指の一本ぐらいちぎれても、俺は痛いと言わんぞという人でした。だから、挨拶するのもこわごわしたものですと述べている。安田隆義は、厳格で無口。馬に対しては誰も先に置かないほどの愛情と、相馬岩の持ち主でした。先生の前では、あの、 大久保ふさまつさんさえ、ステッキで殴られたと10回している。人には厳しかった反面、馬に対しては折巻することを厳禁していた。娘のエミコによれば、馬は神様に祀られたもので、世の中で一番正直な動物だと、口癖のように言っていたといい、馬をいじめるようなことは一度もなかったという。王子の競馬会では、 この世界で本当に先生と言えるのは、尾形東吉ただ一人とも言われていた。松山吉三郎は、藤吉の頭には常に、競馬人の地位向上があり、そのため礼節について、特に厳しく注意したのだとしている。弟子に対しては周囲を観察し、馬ばかりではなく、事事を知り、出来事について、自分なりの意見を持つことを促し、人のことや、 世間のことがわからんのに、馬のことがわかるようにはならんぞとしばしば解いていたという。松山は、先生がいなかったら、馬の社会はもっともっと遅れていたと述べている。また、藤本富吉は、あの方は、紳士でしたし、貫禄もあった。調教師としてあれだけの人望家というか、信頼のおける人物は、もう出てこないでしょうと評している。私生活では酒を非常に好んだ。 45歳の時に健康を考え、酒とタバコを両天瓶にかけて、タバコを立ち、以来、日本酒なら2章、洋酒なら1本を適量として酒を飲み続けた。武田文語によれば、厳格な藤吉も酒が入ると柔らかくなったといい、藤吉が飲んでいる間は、弟子も一息つけたのではないか、と述べている。一方で、弟子たちの思い出話では、 酔いが回るとい並ぶうちで死に堂々巡りの節油を毎晩のようにしていたともいい、安田は藤吉の話が長い、あまりに正座を続けた足が痺れ、這いずって部屋まで戻ったという思い出を語っている。しかしこの時の節油は、後々の糧として残ってもいるという。1934年正月、小型邸に、東国の宮都志彦王を迎えて、 右から二番目が藤吉、一人置たがはじめ、一人置、森次、三井末太郎、恵美子、東国の宮、二人置芸子。長男の尾形森次は、当初競馬会とは違う職についていたが、藤吉の負担軽減のため、尾形旧社の長教助手となり、やがて独立し、長教師となった。藤吉の死後管理を引き継いだメジロ T ターンで1982年の、 天皇賞を制している。また、森継の子、三弘もやはり藤吉の体調が優れなかった頃に、一般企業から、調教助手に転じた。三弘は調教師として1990年代末に、GI 競争で4勝を挙げた、グラスワンダーなどを管理しているほか、2010年から2012年まで、調教師会長を務めた。妻の栄子は藤吉に代わり、 大級者の雑事をよく切り回し、県夫人との呼び声が高かった。井上康文は、小形さんにとって、まさに司法という存在であったと評し、小形も、英子の臨終の際に、私が、今日まで慣れたのは、お前のおかげだと謝したという。1955年に、英子が、大腸がんで死去すると、娘の愛美子が家事を取り仕切り、英子の弟である。 梶山和義が、旧社の事務を担った。恵美子の子である、尾形重和は獣医師として、八代大ファームに勤務した。また、母方の曽祖,祖父の安倍安貞だから連なる登園に、東京競馬場長を務めた安倍安幸や、メルボルンオリンピック、日本選手団の馬術コーチを務めた、瀬リ秀チがいる。尾形はじめ門は、日本競馬界最大の勢力であり、 日本長教師会50年史に記載されている時期、弟子だけでも45名に上る。日本長教師会50年史に、尾形から連なる系図に記載されているもののみ記すなお、この元となった表の作成にあたり、調教助手出身者に対してはアンケートによって、それぞれの死を定めたとしており、最初に所属した旧社や長く所属した旧社とは、必ずしも一致しない。 騎手時代の主な騎乗馬として挙げた馬は割愛する。八大競争の勝ち馬。ありがとうございます。